ウカ大橋は、岐阜県道77号岐阜環状線の途中、岐阜県岐阜市の長良川上に架かるしゃばり橋及び、箱下田橋である。この橋の南側には、井ノ口トンネルが接続されている。名称は、一般公募の中から先行された。ウカ大橋と、金華山川下を見て、左岸側には、金華山がそびえ、右岸側には、長良川温泉街が広がっており、 付近の河川地域はレクリエーション広場となっている。また、長良川プロムナード計画により、長良川右岸をプロムナード化されており、長良川海の干渉や花火大会の時には大勢の人で賑わっている。水が流れている河川部分はシャバリ橋、河原の部分は箱下田橋という構成となっている。シャバリ橋は高さ60メートルの首都が、 左岸の陸上にあり、地上から75度の角度で傾いている。また、通常は、首都の両側に、橋の中心線と平行にケーブルを張るが、この橋のケーブルは、首都から3方向に、ケーブルが伸びている。河川側は、通常の張り方だが、陸側のケーブルが橋の外側へとに方向に張ってあり、そのケーブルはひねってある。イメージとなったう橋の名前にもあるように、 この迂回大橋と隣のながら橋との間で、迂回が行われる。漆黒の闇に浮かぶ、うぶねのかがり火という幻想的な雰囲気を壊さないためや、迂回で取るあは、光で驚かせて取るので、そのため橋から光が漏れると、迂回の妨げとなってしまうので、車道の脇には、やや高めのコンクリートが続き、降乱照明が採用され、 通行する車のライトや橋に関わる照明が橋の外に漏れて、迂回の邪魔にならないような工夫が施されている。そのため、車の中からは、ながら川の風景はあまり見られない。そして、この橋の一見変わった外見は首都をうしうに、ケーブルを手綱に、橋下たう船に見立てた作りになっており、うしが船の上からうを巧みに操って、あゆを取る様子を表している。 この橋の歩道からは、川が見渡せるためシーズン中は、部か見物を楽しむ人の姿が見られる。また、橋の中央部に、小さなベンチがある。なお、橋脚にル生植物を這わせたり、桜木の移植、太陽光発電を行うなど、環境にも配慮している。ライトアップの様子世界的に著名な照明デザイナー、石井美紀子により、首都は、 迂回が終わる時刻や開催時期以外になるとライトアップされ、夏は清流、長良川の涼しげな青、エメラルド色系のグラデーション、冬は暖かい黄色、オレンジ色系のグラデーションといった鮮やかな塔が浮かび上がる。冬の塔はウブネの飾り火の色となっており、開催時期以外でも迂回を連想できるように工夫されている。この光は主頭からではなく、 地上にある多くの投稿機が照らしているので、水面に直接光が届くことはない。この付近の長良側に架かる橋として長良橋、千鳥橋があるが、岐阜市中心部に向かう車が多いラッシュ時には、渋滞が絶えなかった。そこで、この二つの橋の間に渋滞解消として、架けられたのが、迂回大橋である。この橋は、南側の井ノ口トンネルの先で、国道156号に接続し、 さらにその先で国道22号とつながっている。国道22号、その先の国道19号は名古屋の中心部を貫いており、迂回大橋の完成により名古屋へのアクセスの短縮にもなった。当初は井ノ口トンネルは対面通行であったが、2006年1月に井ノ口トンネル東側に第二井ノ口トンネルが開通し、 国道156号の交差点まで4車線化された。またかつては第2野口トンネルが開通した後も国道156号と合流直後にある岩戸トンネルが片側1車線しかなく同様に1車線しかない国道156号の道に合流していたことが原因で長い渋滞が発生していた。2008年3月に岩戸トンネルの2車線化工事が完了し、 現在は渋滞は解消している。ありがとうございます。